はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、バレット集め、おすすめということで、本日の半額からね、フリクエ半額っていうのが来るんだけど、まあ、ソルジャーに極地の証追加とか、まあ、あと、フリクエの回数制限系、効率がいいけど、1日の回数制限があるよっていうやつが撤廃されたりとかで、めちゃくちゃソルジャーのバレット集めの効率が良くなってるんですよね。はい。まあ、なんで、まあ、で、あと武器が追加されてるか。まあ、ここら辺でね、結構必要になってくる、素材が必要になったよ、周回するよ、フリクエバレット集めしたいよっていう人が多い印象なので、まあ、ちょっと今回はおすすめクエストとかについて紹介していければなというふうに思っております。よろしくお願いします。ちょっとまず結論から言っちゃおうか。うん。まあ、まず結論から言ってて、で、基本的に作りたいバレットってライフル弾がでっかいところかなっていうふうに思うんだけど、まあ、足りなくなりがちなのがこの鉄鉱石っていうやつ、あと真理の土っていうやつ、あとリキッドスチール、これ3つがとりあえずライフルを使う上では足りなくなりがちかな。まあ、それ以外だったら砂レンガとかも足りなくなるんだけど、ちょっと後で紹介するわ。で、まず鉄鉱石集めるおすすめなんだけど、基本的にね、ここのクエストに挑戦っていうやつで確認できます。で、ここのライフル弾の項目見て素材をクリックしたらこうなるんだけど、ここのクエストに挑戦っていうやつでアイコンが同じやつは救済クエなんですよね。例えば鉄鉱石で言うとガロンゾ労働参加をやるのが、まあ、ちょっと AP 消費は多いんだけど、集める、数を集める上ではおすすめっていうような感じになってますね。はい。まあ、ガロンゾ労働参加も回数制限だったかな、これ確かな、なんだけど、まあ、そこら辺が撤廃されて、まあ、AP80、まあ、これ半額でね、40になるんだけど、周回するのが効率いいんでおすすめです。で、それ以外で言うと、真理の土。これね、救済クエないんだよね、なぜか。ちょっと救済してほしいですよね。剣のなお香、これをやるとおすすめ。Rキャラ限定になってるんだけど、集める上で効率はいいって言われてます。はい。で、リキッドスチール。これはね、マジで一択。パン屋さんとダック屋さん。これ最強。うん。1日5回限定とかだったかな、昔は。なんだけど、これも制限撤廃されてます。で、副素材として、この、フルーパウダーみたいなダイアゴン横丁に行けそうな粉があるんですけど、この粉もね、エーカの炎ってやつ、これも副産物でもらえます。はい。これはね、アイアンバレットとかを作る際に、ちょろっと使って、エーカの炎は足りなくなるときは足りなくなるアイテムなんで、まあ、パン屋さんとダック屋さんは周り得かなっていうような感じになってるね。うん。まあ、でっかい3つだったら大体そんな感じ。基本的にこれで動画見るの終わりでいいんだけど、まあ、ちょっと補足説明みたいなのもしていきたいかな。うん。で、まあ、とりあえず、ライフル弾を集める理由なんだけど、まあ、最近ね、このフレズベルクっていうルミナス武器が来て、ライフル6発を突っ込むっていう、なんか、新しい弾の形ができてたんですよ。もともとね、ジョンドゥっていう武器が強いって言われてて、まあ、そのジョンドゥ用に使われてる弾のセットリスト、セトリしかなかった人多かったと思う。俺もそうだったんだけど、まあ、このカートリッジ1の、ライフル1のパラベラム2の、エーテリアル、この構成が、6属性分作ってたよっていう人って結構多かったと思うんですよ。なんだけど、そこら辺がなくなって、新しくこのルミナスっていう武器が、出てきましたと。で、それがライフル6発入るよってところで新しく作ってる人が多いような印象なんですよね。で、そのライフル6発を作る際にも、ライフル6の中で優秀って言われてるのが、このエンドモデルシリーズ。これを、まあ、火力高いんだよね、もともと。ダメージ上限突破弾っていう風な区分になってて、威力も高い、うん、っていう感じになってるから、まあ、5発、この3発のな、この3発の中から5発選んで詰め込んで、最後1発、エンドモデルジェネシスノバを突っ込む、みたいな感じ。で、まあ、構築してる人が多いですね。まあ、俺もちょっとそれを目指そうかなっていう風に思ってんだけど、それを作る際に必要なのが、まあ、この右からに、2番目以降は、まあ、いいですよ。まあ、気合で集められますよ。なんだけど、フルメタルジャケット5っていうやつを、それぞれ3発使うのね。そう。つまり、6発突っ込むから、フルメタルジャケット5を18発作る必要があるんですよ。うん。で、フルメタルジャケット5を、1発作るためには、4発、フルメタルジャケットが4発必要なんですよね。マトリョーシカ方式なんですよ。4を作るためには3が5発。3を作るためには2が2発。2を作るためには1が1発みたいな。で、ここで加速度的にね、指数関数的に要求数が増えているから、まあ、基本的にこの鉄鉱石とかはガンガン使って足りなくなっちゃうよっていうような感じになってるね。うん。で、
まあ、他にも、一応その、ジョン・ドゥの弾とかも結構強かったりするから、パラベラム弾とか作ろうかなとか思ってる人とかも考えると、マジで鉄鉱石はやっぱ、数を使っちゃうかなっていうようなところっす。はい。まあ、なんで、集めてる人が多いって話なんだけど、それ以外の部分で言うと、個人的には、今必要じゃないなら、集めなくてもいいかなとは思ってる。うん。必要になったら集めてもいいかなっていう風に思って、なんでかっていうと、まあ、今のキャンペーンって、まあ、フリクエ半額以外にも、アーカルムのなんか、ディフェンダーゲージプラスとか、ディフェンダーゲージ、セフィラゲージプラスとか、まあ、そのあたりの美味しいキャンペーンとかもやってるっていうところもあるし、あと、ここら辺のアイテムって、戦火ガチャで出るんですよね、実は。そう。戦火ガチャで、回してたら、トレジャーっていう区分で出てるんですよ。まあ、あんまり確認してる人いない気はするけど、最近は。そういうので、トレジャー、ここら辺のトレジャーが結構出てくれるから、まあ、つまり、必要になった時に集め始めれば、要求数がちょっと減ってるんですよね。なんでかっていうと、月末の戦火イベントとかで回して、素材を集めてたりするから。うん。なんですよ。だから、そう考えると、まあ、今必要じゃなければ、後で集めてもいい。他に救済クエスト。特にさ、真理の土なんてなんか、めっちゃ集めるの大変なんだよ、これ。これ大変なんだよなぁ。真理の土ってなんか、なんでか、なんか俺も結構集めた記憶があるわ。うん。集めるの大変だし、現状救済クエないし、みたいな感じで考えると、まあ、ちょっと今後救済クエが追加されたりするかも、とか考えたらね、まあ、今必要じゃなければ後回しにしてもいいかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、そんなわけで、バレット作成は、まあ、結構やりたい人。まあ、俺もやるんだけど、俺は必要だからやるんだけど、まあ、効率いいクエストはこうやって確認したりするとおすすめだよっていう話でした。参考になれば幸いです。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。